はい、今日は仕事で隣の福岡県に行ってるかみさんを迎えにね、行くのに息子と一緒にドライブがてらというか、途中あちらこちら寄り道してね、遊びながら迎えに行こうと思います。長旅になるけど気をつけて行こうね。うん、分かった。えいえい、おー、一つもやりゃあせん。洗車をしてから行こうと思います。安全運転。洗車に来たはええけど、三台待ちって。はい、じゃあようやく順番が来たんで進んでいきます。洗車ってさ、子供の頃すげえ家の下がれって、いいんか、これで。よし。すげえドキドキしようなかった。ドキドキさせてよ。ミラー畳むの忘れちゃった。すげえドキドキしようなかった。はい、洗車終わりました。でね、普通の人は外出てちょっと拭くよね、ちゃんとタオルで。ちなみにわし、はい、どうしたん？パパ、どうしたん？先新幹線見に行く。お、行こう行こう。でね、普通の人は拭いたりするんじゃろうけど、もうカンカミじゃ。わしはね、一切拭かん。もう絶対拭いたことがありません。それはなぜかというと、大型だからです。もう大義、服装が大義。よいしょ。車拭いたって言ったらね、18、19の時に乗り寄ったこれ乗っちゃった時ぐらい。この時に初めて自分の手で拭きよったけどね、それ以来一切拭かん。 YouTube やらかした。水筒を忘れた。サーモスって言うんだけど、サーモスを忘れた。家から8キロぐらい進んだとこで一旦帰りまーす。はい、取ってまいりました。やばい、プチ水が漏れよる。 YouTube、 どうも、ここのパッキンが逆やったみたい。もうわや、ほんまは行く途中にどっかのパーキングで息子とゆっくりうどんでも何でも食べるつもりじゃったんじゃけど、忘れ物もあって時間がギリギリになるのも嫌なんで、コンビニで済ましてしもうた。わや、こんなでけえおにぎりを食べるね、シーンがビバップハイスクールの第2弾になって、木下徹が戦に行く前におにぎりを食べる。分かる人にしか分からない。はい、無事に高速道路にも乗って、まずね、最初に寄ってみたいのが北九州のね、クラテっていうところ、クラテパーキングにあるっていうか公園、その公園からね、パーキングの公園から新幹線がよう見えるんよ。で、その新幹線を息子に見してやって、それから寄り道のメインである会場がありまして、そっちへ向かおうと思います。じゃあまず目指すはクラテ。 YouTube で、よく他県の人から言われるのがね、山口県はね、とにかく長い地で、もう山しかないからね、ね、退屈って言われるね。まあなんもない町ですよ。まじゃけどね、住めば都ないよ。あれは言うてもええとこだってあるんだけど、
わしみたいなええやつもおるし、間違いやな。後ろで息子がドン引きしちょる。まもなく下関の関門海峡を渡れます。本州と九州をつなぐ橋ね。運転してなかったらね、右左の左右の景色もおとりしたいんじゃけど、さすがに運転中なんで、わしは真面目なんでこらえて使わさい。こんな感じです。こんな感じって言っても何も伝わないよね。風が強い、風が。はい、福岡県に入りました。公園じゃなかった、わしの記憶じゃ公園っぽかったのに、なんか草もボーボーだよ、芝生が。まあいい、ここで新幹線を見ます。はい、到着。行ってみよう、上がって、上がって、早瀬の新幹線通るよ。朝はええ天気だったんだけどね、どうしよう、困ってきた。あ、新幹線違った、車しちゃった。来るよ。そこにね、新幹線が走るんよ、この倉手のパーキング。新幹線好きのお子さんおられたらおすすめです。あ、来たよ、来たよ、ほら、何あれ、のぞみ来たね。のぞみでした。新幹線は何、教えて教えて、何の新幹線。桜、桜、一目で何の新幹線が通ったか分かるって、やっぱ子供はすごいね。はい、じゃあ今度は次なる目的地は九州福岡は古賀であるロッキンクルージンっていうイベント。結構前からあるイベントみたいなんだけど、意外と行ったことがなくて、アメ車が集まったりバンドがあったりでね、ジュースちょっと待ってね。で、屋外であるイベントなんで、まあこんなコロナ禍の中でも多少は安心できるかなと思って。あ、新幹線また通った。で、その予習としてね、息子にこのキャデラックのオープンカー、どちらカメラっけ俺買ってやったんじゃけど、こんなのがおりゃいいけどね。で、そこに今日はあの東京からブルーエンジェルさんっていうバンドがいらしてて、分かった、ちゃんと締めよう、ちょっと待ってね。で、もう25年以上前からお世話になってるバンドの方でね、女性ボーカルでアッコさんって方が歌われてるんだけど、すごいかっこいいバンドなんで、ね、まあ、もし皆さんもよかったらぜひ聴いてみてください。じゃあ次なるポイント、古賀に向かってレッツゴー。はい、じゃあ古賀に到着しました。降ります。はい、じゃあ古賀で降りました。さあ、こっから会場探さなきゃいけん。本当だ、クレーン車がいっぱいあるね、すごいね。さあ、会場がどこなのか全く分かりません。ちょっと Google 先生に聞かんといけんね。会場にようやく到着したのに、何か知らんけどひっつきめんつき、もうわけわからんのがつぼんとかにいっぱいついて、前もう全然取れ、間に合わん。もうものすごい車、バイクもさっきからいっぱいおるね。もうブルーエンジェルのライブ間に合わんかもしれん。わや、入り口もどこかわからん、出店ブースぶちあるね、全然わからんだよこれ。子供連れて歩くのがちょっとかわいそうけど、密ではないね。やっぱ息子に生バンドはまだ早かったみたいで、音を怖がるっていうね、まさかのねえ。結局イベント会場には近寄れず、
横の公園で遊ぶ羽目となる。うわや。Please welcome the very own Blue Angel。はい、なんとかイベント会場の人混みをすり抜けて遠く離れた駐車場まで戻ってまいりました。あのかみさんとの待ち合わせの時間がギリギリなんでね、ライブの一番最後の曲はねちょっとどうしても見ることができなかったんですが、まあブルーエンジェルの皆さんに楽屋に挨拶も行けたし、ちょっと心残りなのがね、写真を撮らせてもらうことができんかったけど、でも久しぶりにお会いできて嬉しかったです。で、あのせっかくここでやったオープンカーのキャデラックと同じキャデラックはありませんでしたっていう、もうちょっとゆっくり降りたかったけどね、ない後ろ髪を引かれる思いで、じゃあ神さんと待ち合わせする場所へと向かいます。はい、福岡、小賀から乗って福岡ですぐ降ります。久しぶりに来た福岡、ほんまコロナさえなけんにはねしょっちゅう来よったんじゃけどね。はい、都市高速も降りました。これでいよいよ博多に入っていきます。じゃあかみさんに間もなく合流するんで、合流して車内で息子も乗っとるのにカメラなんか回しようって YouTube 撮りよったなんてバレたらね、どやしあげられるけそろそろ消して隠さねえけ。でもほんと一日こうしてたまに息子と丸一日遊ぶとね、日頃のかみさんの苦労がよくわかります。世のお母さん方にはほんと頭が上がりません。ありがとうございます。ヨウくんの好感度上がったやろ今。いやでもほんま大変よ、子供を見るっていうのね。せっかく久しぶりに博多に来て、美味しいもんもたくさんあるし、女性は綺麗だし、うん、博多を一日歩いたら結婚したい女性と5人は出会うからね。そのくらい女性が綺麗な。ほいだけどまあゆっくりする間もなく神さん拾ったらすぐ山口に戻ります。今日パパと一日遊んで楽しかった？うん、楽しかった？うん、もうちょっとない？うん、は？楽しかった？うん、もうちょっとない？何も言うことない？ないそうです。はい、でもなかなかとありがとうございました。じゃあ帰りも気をつけて帰ります。じゃあ。